ちゃんとお兄ちゃん二人きり？そんな余計なこと考えてる余裕ないわよ。月曜、小テストだから。修二？ま、テストも何もかも投げ出して、私にいたずらしたいとか言い出したら知らないけど。したてだな。したてだ。した。だから、心配しないでいいわよ。それじゃあ。おは、うっ、近寄んな！傷つくじゃない、バカ！鏡見ろ！顔色悪いの気づいてないの？昨日夜遅く帰ってきて、その体たらくとか自己管理できてないじゃない。とりあえず顔洗って部屋戻って寝れば。教室に風の菌撒き散らす気？悪化させて私に移す。というか、昨日から体調悪そうだったのに。バカは風邪に気づかないって言うけど、ほんとね。それだけ修二がバカなのよ。ま、その体力バカでも風邪ひくんだから、ほら、とりあえずうがいしてきなさい。
それだけ疲れてたんでしょ？コナミ。さすがに病人相手に追い打ちかけるつもりはないけど。いいからしっかり休んで今日中に直しなさい。というか直せ。風邪薬の場所とかわかる？ならよし。とりあえずお粥作っておいたけど、いらなそうね。けどもう作っちゃったし、適当に昼に。無理するんじゃないわよ。暇に、あ、セーブデータ消さないでよ。校則破った子供が悪いから同情できないけど、それでもゲームのデータ消されると切ないわね。ならいいけど、とりあえずおとなしくしてるのよ。は、自分。修二は今日、いや、しかし。すみません、安美さん。それにしても日比野くんは友達思いだよね。
そんな用事もなければわざ。だけど1日2日休んだ程度で行ってたら向こうに迷惑がかかるでしょ。恋人なんだし理由つけていってもいいと思うけどな。やす、なぜ一歩引くんです。いやいいえね、それで。ごめん。まあいいんですが、むしろそういう人間がいなければうちの商売も上がったりというのはうがった見方ですかね。どうせなら知った人間の手助けになりたいとは思いますが。だけど瀬戸くんって学校休んだりしてないよね。いつもぼーっとはしてたけど。ただあれは気持ちの問題であって、払えるほど健康でしたよ今までは。今までは、ね、まあ昨日もだるそうな顔してたし。だるそうにしていたのは去年のデフロトでしたし、こっちも気づかなかったんです。その習字、友人のだように。最近は樹に取られちゃってるしね。ごめんなさいね。そういうです。ああ別にそこがどうとかは関係ありませんよ。実家暮らしではない。去年までいた下宿なら目をつぶ。本当に仲良かったんだね。やる気のない人間に強いることの意味はあるんですかね。まあそうか、昔のことは昔のことだし。ただずっと不思議だったんだけど。なに、待ちなさい冬木。ないや、だからこそ変な噂も立つと言いますか。忍が悪ノリしてるだけだから、言いたくないなら言わなくてもいい。大したことじゃありませんよ。単に それがどうして瀬戸くんの話になるの。俺があいつの下宿先というか部屋に入り浸っていたのはゲームして漫画読むためだからですよ。全然そんな風に見えないんだけど。うちのつまりお父さんたちに隠れて遊んでただけ。そういうイメージからすると意外だけど、なんかわかるわ。瀬戸くんってそういうことに文句言わないだろうし。
しかもわざわざ事情を聞いてこないですしね。一応ある程度してからこっちから話しましたけど、幼い頃に禁止されていた反動なのか知りませんけど、大好きですよ。修二の方、瀬戸くん、家でゲットを言うか、なまるのが許せないタイプだものね。おや、そこは一応同じ穴のムジナではあるし、いつきも、意外と修二と安美さんは趣味が合うかもしれない。そうね、まあ目的があるのとないのじゃ話も。だけどそんな肉体派の瀬戸くんって家で何してるんだろうね。ゲームでもやっているんじゃありませんかね。一通り持っているはずですし、俺のですけど。入り浸るにしてもそこまでしてたのね。うちに置いておくわけにいきませんからね。そう、まあ確かにこの間行った時もいろんなゲーム機置いてあったし、それで暇を潰せるなら無理はしないか。あまさか瀬戸くんだって暇だからで筋トレなんてしないって。多分というか、え、部屋までは行ってないわよ。それに家の人だっていたし。なんだつまんないな。まあそこであれや割とそれとは別に、いつ、はい到着。ここが今お世話になっているお宅ですか。瀬戸くん寝てたらどうしよっか。家、ごめんください。はーい。あれ、ヤスミちゃん、どうしたの。お見舞いと届け物よ。学校で先生に頼まれたの。ねえ日比野くん、私今の声聞き覚えがあるような気がするんだけど。奇遇ですね。俺もですよ。お待たせ。わざわざ悪い。